なんでそんなにさ、ぼっちなぼっちザ・ロック見たわ、この。ただけ。憧れちゃったんかな。もう先取りだね。今も俺らずっとあっちで喋ってね、一人ここで座って。だってここで撮るから、ね、ここにいたの。もうはじめさんが、あ、なんかまたぞ、ぼっちだからって言って、気使って。気使ってないですよね。いや多少は。ここで撮るからいた。先に立ってるんだね。これ先取りです。おもろいの持ってきましたよ。おもろいの？ハッと行った時になんか何これと思って、そう怪しい段ボール見つけて、そう面白そうだったんで持ってきたんですけど、見てください、これ。あら。なんか書いてあるんですよ。ああ。ヤフーボックス。ドントオープンって書いてあって。ヤフーボックス？これ何入ってるかなと思って、ちょっと予約に紹介してもらおうかなと思って。AV ですか？これ主に無修正の。いやいやいや、まあ、無修正はダメだ。捕まってほしい。あげた次のカップじゃなくて、別にそんな大それたもの入ってないんですけど、なんかミニゲームみたいなの、つまりめっちゃ入っとるやつ。遊戯王のアニメの遊戯王カード気づく前の遊戯みたいなことしてます。あ、これおもろいっすよ。それね、前もしかしたらってか多分やったかな、磁石がくっつかないように置いてるやつ、はい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 、のなんかちょっと進化バージョンみたいなやつ。なんかこれ面白そう。これ自分でやってないやつもあるんですよ。まだやってないやつあって、なんか千と千尋をモチーフにしたやつ、顔なしのね、顔なしのやつ、うん、あとなんかバランスゲーム多いっす。あとチークゲームみたいな。この子供そんな楽しくなさそうだね。確かにやらされてるってことなんでね。これもバランスゲーム、椅子のやつだ、はい、これもバランスゲーム、バランスゲームおじさんじゃん。これもバランスゲーム。バランス人気じゃないですか。これもバランスゲーム。これももう書いてるわ、バランスゲームって書いてあるわ。なんか非常に書いてある。これらがヤフーボックスに入ってて、なんかやるやろうと思っ てやったりやらなかったりっていうゲームたちですね。何やかんやテンション上がるっすよね、こういうの。実はこれね、やっぱり多分まだハルくんやってないっすよね。いや、俺なんかうっすら記憶にありますね、やった気が。なんかやったのかな、ね、最新版ですよ。あれだよね、磁石の紐で囲って、ああ、その中でやつ、紐をね、いじってもいいっていう。これ1個前の有名なんですよ、確か箱のやつっすよね、うん、それね、はじめさんもやってた。あ、そうか、新型か。そう、これ新型なんで。いや、ぼっちの俺を表現するな。本当だ、本当だ。もう紫で一層向いてんだよね。違うね、こっちやん、こっちやん。これとかもね、確か畑でやってたんですよ。倒れないように石積み上げていくんですよ、こうやって。まあ、なんか、まあ、こういう感じかな。またぞ、得意そう。ああ、いや、またやってた。またやってますね。これ、まあ、せっかくなんでやります。やりましょう、これ。顔なしやってみたい。顔なし好きなんですよ。でっかい顔なしの口の中になんか食べ物入れてって、顔なしが倒れたら負けらしいです。なるほど、バランスだ。もう勝たない。派手にいっちゃいます。そろそろできたらあげる。1年は付き合ってくれる。1年は付き合ってくれる。みんな一番早くどんぐらいで別れたこと。早いね。早いの？当日。え？あー、え？それなんかどちらかの認識の違いだったやつですか、それ。なんかちょっと違ったみたいですね。これも当日。何時間？じゃあ何時間だ。日付変わってくるの深夜からの夕方。あ、じゃあ終わんの？けど俺は別れ際もう一回会いたいって言われて、会ってビンタされた。え、何したんですか、そのビンタ数時間で。ビンタしたかった人じゃない。けど本当やってもないし、うん、ただその向こうは結構乗り気だったらしくて、大学1年でも、あっちからはじめさんに告白して、はじめさん OK したんだけど、やっぱり違うな。あ、そうそうそう、そのままの流れでやっちゃって。けどやっぱ早い方がいいじゃん、絶対。そういうのって、はい、最速で言ったら、うん、静岡駅で正座して気づいたらビンタされる。周りがすごい、あいつはやめときなみたいな言われて、やめることになった。俺が、でも、でもやめ、お願いお願いみたいな言って、さらに火引かれたっていう。どうぞ最速いつ。いや、俺普通にでも10ヶ月ぐらいした。え、長っ。ちゃんと付き合う人だ。あれ、あのお見舞い1回も行かなかった人。
あもう彼女が盲腸になってね、お見舞いも一回も行かずに、そんなのもういいやって振られたやつは、うん、うん、その10ヶ月。ああ、その人の人なんだ。え、これ何分ですか？俺ね、7分ですね。なんか倒れやすいですか、それは。結構グラングランですね。強ナスみたいな、倒れたらっていうか口の中が溢れたらなのかな、ガラガラっつってこぼれちゃったらって、うん、取るってことはやっぱ一個取らないといけないの、多分口の中からってこと。そうそうそう、なるほどね。回収的に基本入れて取るが出た時は取れる、回収するってことね。ただそれでバランスが崩れる可能性もあるよっていう、うん、なるほど。取るが出たら口の中から一個取るんですって。はいはいはい、言ったもしかして。はいはい、みんなそれを理解してました。グッ、やっぱりじゃっけんぽい。しょうもないのだけ勝つな俺。いきます。魚。魚、うん、だと俺は魚を口の中に入れる。わかりました。これどこでもいいんだよね。うん、僕ね、結構時計回りにします。時計回りいきます。はい。肉、鶏、鶏肉、これか、ターキーみたいなですね。いやらしいとこ浮いちゃう。とか。ほら。あ、いきます。あ、おお。取る。取るんだ。ちっちゃい。これ取るの難そう。じゃあね。あ、これ奥を。え？ちょっと見えないんだよね。いや、結構奥深い。え、奥まで入るんだ。手前にした。取ったのを戻すと。取ったのを戻します。うわーすごっ、はいはい、結構前に来てるね。ダイレクトアタック。取りに。ちょっと傾いてんな。うわ、2個。よしよしよし。これ何でも2個。何でも2個じゃないですかね。何かを2個。2個2だ。ああ、そうですね。まだ2個結構外れなんだから。うん。そのまま少ないもんね。うん。全部入っちゃう。終わるやん。終わるやん。いいじゃん。2。いきます。取る。はい、うん、あ、イカだ。でも結構ニューズそうだね。うん。最後もの、うん、結構なんかマジで限界限界で入った人。じゃあ、どうしましょう、次。ぜひ皆さん、気になるやつがあれば。シンプルにあの石のやつ、ちょっとやりたい。ああ、面白いです、面白いです。あ、そっち？はい、その僕の。これ、かっこいいですよ。またぞ、勝負しな、じゃあ。これ、タイマンの方がいいかもしれないですね。またぞ、タイマンだ。なんとなくも直感でわかると思うんですけど、一旦ずつ置いてって、先に手持ちをなくした方が勝ちで、くっついたら全部もらわないといけないっていうのは多分、ちょっと流行ったじゃないですか。石置くまで自由にこうやって帰れるんですよ。自分の、あ、このフィールドこうやって。はい、じゃあ一本。じゃあいきます。はい。曲げたら。負けたら。これね。これ変えていいってことですね。これ。そうですそうです。こういうことですよね。はい。やばい、見える。これさ、戻したらさ。
発で引っかかったりしてもやばいってこと、はい、あ、そうそうそう、なるほど。緊張するな。すごっ、すごっ、あーびっくりした、すごい今で、これもう俺あと2個で、あーもう上がっちゃうぞ。これは俺の勝ちですか？4つあります。もっと負けたので、あの顔なしみたいにこれを今から口の中で。タント強っ。家でやってんの一人で。この2個いけますわ。あ、俺その後俺も取って、はい、ね、ニワトリがそっち重心であれば、ある。頼むよ。あれ、これ、これやばいか。これだ、大丈夫だ、これだ。これは大丈夫。震えてるはずあるだろ。赤震えてるよ、お前。これおいおいこれはおい、なんだ、その気持ちが。やばいぞ。